はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけでね、本日もスプラトゥーンの動画を撮っていきたいと思います。櫓の上にトルネードを打とうとして外しちゃうやつは大丈夫大丈夫と言って男と同じ。おいおい、動画にできるかそんなの。加藤鷹と同じこと言ってんぞお前。やっぱね、挨拶できない男と同じや言ってるから、それやめ、絶対ダメで、それなしなし。今日の格言みたいなのはもうなしで。これね、今まではさ、いやどうしよっかな、いやでもトルネードだから考えてるね。結構パンってこれオッケーオッケー、即決だったね今日の。いやもういい、5秒ぐらい出てきたもんね。いいですよ今日は。もうわさびですか？わさびわさび、やぐらですよね。うん、やぐらで。じゃあわさびがちょっと強いんじゃないかと。まあスプラッシュボム、トルネードでメインがこれ、弱いわけがない。お、まあこの前寿司コラやったんで、それのね、寿司シリーズということでやっていきましょうか。じゃあね、はい、さあ、なんでもステージ的にはまあでもあれか、寿司が苦手なステージってないか、あんまりない。前の寿司コラの時も言ってたと思うけど、どこでもいける。じゃあそれは安定しますね。やぐらって結構さ、ステージによって辛い辛くないあるわけじゃん。カーボンが多い。ただあれだよね、無敵がないじゃん。はいはいはい。このスプラシューターシリーズ。あ、じゃあ乗るに関してはあんまり別に。そうだね。乗るんじゃなくて乗らせるとか止めるとかっていう部分で活躍したい。まあそれでも乗れるとは思うけどね。さあ、まあでもボムが、スプラッシュボムがやっぱね、その上に置けるってのは強いからね。やる。ナイスカバー。いいよいいよ今。あらららら。ああ逃げたかったね今ね。さあ乗られちゃってますね。進んでますよ。気をつけないと。これはさあ来てますね。でもまあトルネードで無理やり止めることはできるわね一応。おこれは用ないぞ、これは用ないぞ、これはまずい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 。さあ塗って塗って、あらららら、相手に多いですね大用が。あらららら、スパショこれはきついよ。統率が取れてるんでなんかね相手ね。さあ、あいよいよいよ12、カーボン乗るだろこれ。乗らない12はきつ。お、いいですね、ラッキー。おいよ、いいね、やっぱメインのキルはお手のもんですね。さあですが、打っといて、ああ奪われたらどこにいるよ。あっ、おーいいね、やば3発でしょこのスピードでね、テケ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 って打ってるのに。さあ、うわーいる、うわー難しいねやっぱりね、むずい。さあでもトルネードはもう、ああ結構減るな。スペシャル現象量は中ぐらいかな。かなりきついけど、まあまだあるまだある、まだまだ全然ありますよ。さあ邪魔するだけじゃなくてトルネードいろんなね用途がありますので、濡れるっていうのがまずでかい。さあ乗っちゃいますか。だから乗っちゃうのもまた違うっちゃ違うってけど、まあでも全然乗ってね、乗って塗ってトルネードが打てる。さあこのトルネードどこで使うかですね。多いね、レイアップみたいになってね。さあバウンで下がったやつにスプラッシュボムが当たらないかさすがに。さあこれは怖い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 。さあだだだ、あーやばい、あ俺落ちたか、乗ってくれと。ああ落ちちゃったか。お倒したね。さあまあボムコロはお手のもの、とりあえず止める。でやってる間に戻ってきてくれらず味方がいいですよ。さあ怖いですねこれは。おい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 、これうん今なんかあれ、今なんか霧が見えたな今。なんかラッキーだった気がするななんかラッキーなことが起きたような気がするラッキーだったよ今もしかして。さあこれは怖いですね。さあいいですよ、でもまあ攻めてはいるんですが、12じゃちょっときついな。さあですが今結構ラッキータイムなはず。コロッと、あー危ない。おいよ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 。さあ乗りますね、乗って溜めたいとこだけどね、あれ怖いな。いやーリールガンがいますけど、おあ逃げ、あれあら、あーいいね、いいよ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 。さああそこにいる、めっちゃいる。さあ上から撃たれてるが、うわリールガンずっと生きてんのか、いいよ。さあ塗っちゃって、お嫌なトルネード。さあで炙り出されたやつをいいね大王も使って倒すと名字これは勝ったんじゃないですか。リードからのしかも中に入れないというわけでいいじゃないですかこれはかわいそうだからなしだろなしだろこれはかわいそうだろ。いやあれこいつ動画に上げようとしている絶対に動画に上げようとしてるぞかわいそうだよまあまあでもねまあでも勝ちゃうからね。あ言っちゃったよこの人。だこの前さ俺回線落ちで負けた時あったじゃんありましたねカーボンでありましたねここのカーボン味方の回線が落ちちゃって同じ関係ねえぞと。関係ないまあ確かに俺も言いましたあの時。じゃあこれも勝ちゃということだそうです99にさぴったしなる時もう感想って言う一応カンストしたとは言うけどこの武器だけでカンストではないからわさびカンストとは言わないね。俺の勝手なイメージが、うん、99で1回勝ったら完走みたいな。ああだから100超えたらみたいなこと。そう100超えたけど100って表示できないから完走って言うんだよみたいなさ。なるほどね、うん、確かにそうかもしれない、うん、だからみんなそうして本当にお願いしますよ、ね、僕 S の40伝わったかな完走したことない人間ですね。さあここはネギトロですけどもまあでも結構ねネギトロも寿司怖いよね相手にすると。まあ強いこと打っていややっぱスプラッシュボム強いなあああ見てますね。それは抜くよね。うんそれはもう見てますからここで。さあ最近ねちょっと敵を舐める癖があるんですよ。あよくないよそれ。舐めるというかその抜かないでしょって楽しむためにでしょもうおいぷいっていっちゃおうみたいな。そう大胆なことしちゃうみたいなね。それダメよ常に相手はもう最強だと思いつつなっていかないともう最強でいやどこにいるんだ。あ倒してくれたか。さあいやでもここ取られてるのめんどくさいね。いいよ今の潜伏よかったよ。ノバがまだいるだろ。ノバーでもあの目の前のああいう人ああいう人って直撃と一緒だよ。うんそれ考えると半端じゃないよ。早いな寿司これ右だな。しかも右強めにリッターがいる方いけないからリッターいない方から制圧してでリッターがおいおいなんだってこっち来た時に倒すとそれがいいと思うんですけどね。さあ行きましょう。で左だといいね、その左多分右側におおこれリッターだね。倒したね今ね名前覚えてたから。だからリッター落ちたらもう乗っていい。なるほどね今でまあみんなの結構切る向きが多いので乗っちゃうと。うわおおいいよ止めてくれてるよ。いいね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 。さあでまあ戻ってうわー見てる後ろからも来てる。うわーこれはきついな挟まれるときついね。あと止めてくれたよみたいな。さあ行っちゃいましょう。まあまだあんまり前には進んでないけども忙しいねなんか今日は忙しい倒して乗って倒して乗ってっていや乗らないなら、うん、マジで倒してきてほしい。まあそこよね俺倒すのめっちゃ向いてっから俺が行くわ、うん、やっぱね一番楽しいよね。さあここ登るのが難関でありここさえ登っちゃえばちょっと楽になる。さあ水滴を倒す。あー直撃あじゃなくて 3K これきつー。これはきついですね。相当乗って倒してなかった俺、うん、で58だからこれはねかなりきついと思う。多分リッターとかにやられてるんだね方がなんで何にやられてるのか分かんないけど。あーピョー逃げないかダメかー。こういう時だけスパジャン欲しいと思う。ギアにスパジャン速度ね短縮それ以外使いようないけどあのギアまあでも逃げやすい逃げれるしすぐ飛べるしは結構やられたらうざいかもね。めっちゃすぐにうざいとは思うけど結局復活短縮のが総合的なアドバンテージはねでかいからだからなかなか採用する人が少ないんですよ。全く死なないんだったらでも強かったりしないのそうでもない。やばおおいいよいいよいい感じやで。さあおー危ないおいよいよいよおいっちゃう意味ねえなねあでもいやいや入れてるから入れれば。これ見られてるのやだね。あら、ああ、それは無理。それは無理なんですよね。さあ進めてますよ。やられた。スクイックリンが乗ってくれれば俺楽だと思うんだけどな。まあまあまあ、やっぱ遠距離息吹は結構乗るべきな部分があるね。乗ってるとこからでも戦えるわけだから、乗りながら倒す練習をしてほしい。なるほどね。さあこれあと一発撃たれたらきつい。さあ止まりましたね。さあ危ない危ない危ない。乗ってブラスターかな、うん、倒しに行きたいところ。うーん、うわー、やっぱいいタイミングでセンサー吐くなー。敵直撃食らうとやばいね。さあもうちょっとですけども、相手がね結構ね近いですよ。マジで、うん、これはタイムアップとか言ってらんないね。もうちょっとタイムアップですけども、もうこれトレード食べて終わりでいいや。なるほど、トレードで最後に相手を止めて終わりと、うん、いいじゃないですか。やっぱそういうのできるのはでかいね。バリアもそうだけど、大王やバリアもそうだけど、最後にこれすれば絶対倒せるがあるのはでかいね。さあ寝る場所があんまないね。寝る場所がないから戻った。なるほどね。さあいいね。まあまあでも平和に塗って、ちょっと間に合うか。間に合う。ああ倒しちゃったか。ああなんだ。いやでもいいと思うよあれで。まあでもああいう作戦はね大事っていうね、うん、そのキルトリにわーって行くだけじゃなくて、焦らずに絶対勝つ方法。やっぱ勝ち試合を落とすのはダサい。まあそうね、うん、やっぱりそれはその確定で、ね、手に入るアドバンテージは手に入れないと、うん、おいいじゃないですか。かなりでもキルめっちゃ勝ってんだな。素晴らしいですね。そうそうそうかそうだね。さて、はい、でもやっぱ寿司ちょっと見てるとね、うん、使いたくなってきたよね。まあ強いもんな、うん、なんか安心して任せられるというか、そういう意味も込めてちょっと使いたくなっちゃうね。若葉的なさ、そういう普通のシューターを使ったことあるならば使えるんじゃないかみたいな思っちゃって。お、攻めるね相手。ハイドラ5296おかすか。右プライムいってほしいな。お、右にプライム。こっち長射程いらない。うんうん、なるほどね。あっちが長射程じゃないと立てないから、はいはいはい、右側は。なるほどね。こっち側は壁があるからね、割とここまで入ってこれる。ああなるほど、そういうことか。うん、はい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 。それを知らないで動いてる人は、うん、言えなかった。そっから先、うん、いやいや目みたいな感じで言わなくていいから。さあ真ん中意外となんか進まれてますね。けどもトルネードはまあでもバンバン。ああいいとこで見てんな。トルネードはやっぱ取っといた方がいいと思う。それとも溜まってもいやガンガン使っていいと思うけど、これ難しいんだよな使うタイミング。まあまあまあ、そのバレバレになっちゃうからね。場所もちょっと変なとこで打ったらすぐさ詰められて倒されちゃうから、ちょっとなんか隠れれるとこがあればね、隠れながら打ちたいところ。そうですが、さあなるほど、3落ち3落ちしました。いけるのかなこれは。うんでも進んでるね矢倉が。あれどうしたの矢倉。進んでると思う。ちょっと今のずるいわ。何が俺がずるしたわ。矢倉進んでるねーで気づいたの。気づいなかったの。気づいてなかった今。嘘。進むと思わないじゃんあの状況。あのね味方を信じきった結果が今だったんだ。なるほど。いやいや全然進んでましたよ普通に。ちょっとずるいな今の。もう今のなし、反則。もうこれ負けでいい。いやもうそれはもう勝ちましょうそこは。さあうんどういやいやいや、ああ負けでいいとか言ってらんないよこれ。ハイドラでしょ。ハイドラ強いね。うん、あそこの上のハイドラね、リッターかブラスターが真下入って倒すみたいな。でも寿司も届くっちゃ届くで、今さっき行こうとしてやられちゃって。なるほどね。いいよ早っ。あれちょっとなんかスキップしてる。これが一番早い。あそうなんだ、あの坂。うん、へえ、なめくかと思った。違うさあ行きましょう。乗って止めて、おおナイスバリアーボム。バリボがでもそこ転がしたらなんかいっぱい取るぞ。ああいや今手前で割れてたね。おいおいおい、あれなんか意外と進んでますよ。さあ進んで、ここで嫌なところに潜伏する。ああバレてる。なあはきついですね。まあでもいいですよ、かなりいける。ナイス。ああ手持ち17か。まあまあまあでも17はかなりいきましたね。このまま残したいところ。さあ、うん、よいしょ。あー危ない。いや、ここの戦い怖いな。俺全然慣れないもんこれ。うわー、いいよ。戻って立て直して、に落ち、おに落ち。さあ今ですかえ、四つ葉のクローバー見つけたみたいなさ、おに落ちこれもロッキーみたいな。そうそうそう、全然俺あーほんわかしたトークしてんの四つ葉のクローバーとか。さあいきますよ。もうそんななんか、はい、ラッキーなものじゃないからに落ちね、よく見るものだから。ですが、あ見えない。ああああ、おわ強え。もう暴力暴力、この今のがだけできるだけでも強い。やばいね。うん、アドバンテージ十分。カーボンでも無理だからね今のは。結構あの距離だったら。さあ嫌がらせして、これ下から打てるの？打てると思うけど。あ、本当難しいですねふざけてるわけじゃない。一番早いでしょあれが。だけどね、なんか可愛いんですよやっぱ。ナイス。さあいいね。14、13、12、11。あらあらあら。よし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 。あらら。よしよしよし。いっちゃいました。ナイスナイスナイス。味方ナイス。なるほどね、いいんじゃないですか。よかった今のは。トルネードやっぱいいね。なんか気兼ねなく打てる感じがいい。ボーンって。さあ。まあでも寿司、まあ寿司シリーズちょっと手慣れてきたね割とね。おお、まあでもうまいか下手かって言ったらうまくはないまだ。うん、全然。まあそれでもこんだけ動けちゃうと、それがその寿司たるゆえん。本業の人のカンストの寿司とかえげつないよ。なんかもうローラーみたいな感じで倒すもんね、ベベベベって。そう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 、あれすごいな。さて、はいはい、もずくもずくで、もずくやっぱほら結構さ、特殊なステージじゃ特殊なステージやん。どっからでも入れちゃう真ん中にっていう、うん、ここでのじゃあね寿司の動きを見ていきたいですけども、どういう動き方するのかな。なるほどね、肩の編成はまあ全然。もうシールドやっぱ多いな。基本シールドいるもんね。まあ矢倉はね、矢倉だからってのもあるのか。あららららー、今のは出せ。これは倒さなきゃいけなかったところね今のね。さあまずいですよこの塗られ具合。まだ中には入られないけど、ああでもなんか味方もすごい優秀、優秀ゆえにいいですね。さあ、いやーいいね、出てるね出てきたね今ね。そこの潜伏大事だね、かなり。ここ見てんのは大事だと思う、こうやってバレてた今。どうしたのよかった今。さああれでも進められてないね全然。うん、乗っちゃう今。いや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 、大王がお留守の。ああ来てた。え、誰の？他の大王ってこと今。多分他の大王だと思う。ええー、なるほどね。さあこれは俺乗ろっかな。乗ってすぐ、うん、ああなんか、ああでも乗ってくれてるいいね。さあ何番に乗って、おお出たバリボム。バリボム強いなやっぱ。お危ないよ。うん、ちょっとやっぱ進みあぐねるね。60から先が一番きついからなこれ。さあ裏から登る前にいいね、壁からこう降りながら、いいよいいよいいよ、嫌がらせして打って出られないようにして、乗って、さあ担え担え、乗りを担え、バババ、おー強っ。何その武器集中してんな今日いやいや全然いいよ、楽しい武器をね集中してやるのは。スプラトゥーンのねテーマは楽しむ。さあ進んで進んで、いいよいいよいいよ、全然進んでるよ。いやしかも守護神できてるね、そこで乗れてるよまだまだ。あらあら、さあここで嫌なとこに打つ。これが嫌だよ、うん、これが嫌ですよ。ああいいね。しかも大王取っといた。大王取っといてるじゃないですか。おおいいね。めっちゃ倒せんじゃん。集中したらめちゃくちゃ集中したらね。何キルしたの。いやほらなんかちょっと倒してたからさ最初の方で、おこれ集中したらめっちゃ倒せると思う。うんいやブルブルしてる。なんで急に今の時間でね、いいんじゃないですか今の急。ちょっとね一回 OK いいよ。はいというわけで、いやほんとごめんね。毎回そうなの。毎回そうでしょ。ヘッドホン外したての俺のこのゲームプレイングハイ、プレイズハイ、プレイヤーズハイがあるから。そう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 、はいはいはい、わかるけども、まあでもどうですか寿司わさび。せせ言い終わってからにして俺がどうですかって。まあでも強いですね本当に。そりゃ強い。だって弱いとこない。人気なわけが分かったね、うん、俺最初見た時にトルネードでしょって、じゃあ寿司コラの方がいいじゃんとかって思ってたんだけど、うん、意外とやっぱそのスプラッシュボムっていうのがあるてね、トルネードもあっていいんじゃないですか。でもこの武器噛み締めてるじゃんめちゃくちゃ。そんなに。いやもうぐちょぐちょになってるよ口の中で。ほんって味をもう楽しんでるわけで、はいというわけで、まあまあでもトルネードの使い方もいい感じだったんじゃないですか、うん、でもあれが見せられないのはちょっと歯がゆいね。もうこうやって見せてほしいよ。こうやってああここしますって、そうする今度からそうする、ここしますって。いやいや弱くなるからそれ遅くなるから。でもそういうのもねぜひ次は見せられたらと思うので、ぜひとまた次の動画も楽しみにしててください。おすすめ武器。お、いいじゃないですか。おすすめ。まあおすすめって言われるまでもないと思うみんな。もうみんな知ってるよと。お墨付きの武器ということで、じゃあぜひとも皆さん寿司わさび使ってみてください。というわけで次回の動画でお会いしましょう。さよなら。